大家好，我是阿基拉，你们好吗？现在开始为大家解答。まずはじめに、自分が日本にエグザイルライブを見に行ってしまった時、旦那さんが私がアイドル追っかけをやっているのを嫌がっています。どうやって彼の考えを変えられますかということで、まずエグザイルのライブを見に行ってしまった時っていうね、ちょっとなんか言葉的に引っかかる部分があるんですけれども、そこはさておき、そうですね、ぜひ旦那さんをエグザイルライブに連れてきてください。ファンにする自信はあります。ジェフに聞きたいんですが、親密な関係で情熱を保つ方法はありますかということなんですけれども、付き合っている方と長く情熱を保つ方法はありますかということなんですが、僕自身はですね、まあこういったご時世なので、いつ何が起こるかわからない、もしあなたが今日この一日で人生を終えてしまうとしたらどうでしょう。そういうようなね、思いで日々を過ごすときっとね、考え方も変わるんじゃないでしょうか。大切な人を心から大切に思ってください。続きまして、よく感情をぶつけてしまいます。そのことが間違っていると分かっているけど、時々我慢できずに当たってしまいます。どうやって改善すればよいでしょうかということなんですが、これは、怒りがこみ上げてきた時、6秒深呼吸してみてください。自然と怒りは収まってくるはずです。その時によく喋った方がいいか、それともぶつけてみた方がいいか考えてみてください。冷静な判断ができるんじゃないでしょうか。僕はそうやってます。自分が好きな人が実際に何を考えているのか分かりません。どうやって知ることができますかということなんですが、これはね、相手を知ろうとするんじゃなくて、まず自分に素直になって、自分のね、内側すべてを相手にさらけ出してみてください。そうするときっと相手もね、自分のことをですね、少しずつ少しずつ出してくれるようになるんじゃないでしょうか。きっかけは自分からです。はい、JF のようにハンサムになるにはどうすればいいですかと。シェシェヘイタンガンシェ。はい、いやもうね、自分はそのようには、感じてはいないんですけれども、まあ僕が素敵だなって思う人はみんな心が豊かで、広くて優しい人が多いです。まあ、そういった方がね、内側から出るオーラがすごく素敵な人が多いなと、多いと言いますかね、内側から何かね、こうオーラが出てる人が素敵に思うことが多いので、僕自身もそうなれるように日々なんか意識努力してるような気がします。続きまして、異文化の結婚を維持するにはどうすればよいですか。文化的な壁にぶつかったことはありますかということなんですけれども、これは相手の、文化、そしてルーツを深く知る、そして、理解してその異文化を楽しむということではないでしょうか。ね、本当にこの人生長いようで短い時間の中でいくつものチョイスがあると思います。その中で出会った人、そして、触れ合った文化というのはですね、とても貴重なことだと思いますので、自分が出会った知り合った異文化を愛する、そしてね、そこを深く知り、何かね、人生が楽しくなるんじゃないでしょうか。いろんな視野が広がるんじゃないでしょうか。ぜひ異文化を愛してください。夫が娘をとても愛して私を冷たく扱っている場合どうすればよいでしょうかということなんですけども、これ難しいですね。なんかね、まあ、台湾ですかね、では娘は夫の前世の恋人という説もあるんですよ。そういう言い伝えもあったりもするんですが、やっぱり自分の血のつながった娘ですからね、そこを深く、やっぱり大きな愛で包み込んで、優しさで包み込んで、無償の愛で、ね、接していただけたら、きっとね、いつかは旦那さんも奥様に、振り向いてくれるんじゃないでしょうか。とてもね、難しい問題かと思うんですけども、ポジティブに、はい、家族を愛して日々を楽しんでください。よろしくお願いします。今回質問を投げかけてくれた皆様ありがとうございました。微力ながらではありますけども、お答えさせていただきました。皆様の質問にお答えできる場をまた設けたいなと思いますので、またぜひたくさん質問を投げかけてください。よろしくお願いします。シェシェダジャー。